サトニーは埼玉県戸田市出身の日本のラジオパーソナリティ、歌手である。本名、細井悟。高校時代の1994年に静かなるドンにエキストラとして出演した。20歳の時、プロ格闘家を目指し、高田道場に入った。その後職を転々とし、26歳の時中古車、販売店を始めた。2016年、 レコード会社シムズミュージックエンターテイメントの契約アーティストとなると同時に、浦安の FM のラジオパーソナリティに抜擢された。それと、ほぼ同時に2019年2月まで2年半朝霞市のラジオ局スマイル FM で番組を務めた。歌手なのに一曲も流さずトークオンリーで、お茶の間を沸かせていた。その間にレコード会社と契約終了フリーになる。 ユズ2018プロジェクトのメンバーになり、コーラス隊として、曲歌エールに参加、ミュージックビデオに参加、ジャケット写真撮影に参加、岩沢からの握手をスルーする失礼な陳事を起こす。北側には、目覚ましじゃんけんじ、違うの出しちゃダメだよと指さされ、事前に注意される。2019年新曲、セカンドドリームを発表をこの作曲からレコーディングまでを、牛間人志分に依頼。 制作。2019年11月27日オフィス系主催、行き当たりばったりライブに出演。影山博信の歌真似で評価を H 軍のステージでの活躍が始まる。2020年2月テレビプロデューサーのマッコイ斉藤の元で放送作家を始める。コロナの影響で1ヶ月で辞める。2020年8月キングレコード所属、とついたる年から。 コーラスの募集に応募、課題曲を送り、メンバー全員からぜひ会いたいと、誘いを受けるが集合場所の池袋西口公園で、会えずそのまま、終了2020年9月 t a p セカンドの第1期生募集に合格所属しかし断る。2021年3月、エドパーティーレコーディング。その後、タワーレコードその他で配信。作詞里に、作曲里にほか、 このレコーディング場所は地元戸田市のスタジオで行っている。その30年前に中学1年生の時、このスタジオで仲間と二人でギターの練習を行った。その時の仲間がその前に食事した山田うどんのパンチセットを食べ、このスタジオの内玄関でリバース。その時の従業員の二人が長いソバージュをゴムで縛り、片付けていたと話している。 バリバリのロッカーがシュールにと断。ダ談ボーカリストなる分野を作り活動する。デビュー曲、ピザの歌は子供向けの歌であり、作詞作曲した。モノマネのレパートリーに、ビーズ、サザンオールスターズ、ザ・ボーディーズ、影山博信、秋川正さティー、ボラン、ハウンドドッグ、ポルノグラフィティ、吉川孝治、長州寺からなどがある。最高ヒヒアの高さまで出せ。 4オクターブの音域があるが、笑いに走りがちのため、本格派になれないでいる。ステージでは歌う時間より喋る、時間のが長い。しかし実際はキーが高く声量がある。相川七瀬や、ジュディーマリーを持ち歌としている。サトニーとは、高校時代言われていた名前の一つだという、独身である。体重は100キロを超える。バカボンをニズが好きで、目標にしている。 釣りが趣味である。とにかく飲み歩きが好きである。ありがとうございます。